ポンちゃんおはよう。顔真っ黒。もうちょっと逆光対応にしてみましょう。ポンちゃん。ポンポン。ポンちゃんさっきまで甘えて泣いとったやん。ポンちゃん。そういう人にはこれ使いますよ。細い方でやるんだよ顔は。ねえポンちゃん。昨日はオープンマイクライブ3回目の出演でした。点数は20点です。あれそんな低いんだ。なんかねうまくいかなかった、なんだかうまくいかないのは、自分のギターを持って行ってないからっていうのがまず最大のポイントでした。でその話よりも前にまず、昨日の差し入れです。毎回差し入れ、はい、どうもありがとう。わざわざ来ていただいて、さらにね、差し入れまでいただいて、ということでこれ、ジャン君の単語の節句、これは鯉のぼり、なんだろうこれ、フェルトで、あ、オーナメントだ。そうそう、これほら、はいはい、こういうふうにやって。なるほど。そしてこれ、もう令和かよ。っていうことですね。まあ確かに5月は令和になってんだわね、ということでありがとうございました。これで飾る、ことができます。そういえば5月の節句のやつってあんまなかったね。あるよ。あ、鯉のぼりがあったか。鯉のぼりと、あとあのこれのカブトのやつ、カブトのやつとにゃんこの、がカブトかぶってるやつ。なるほど。があります。でこれです。はい、あ、この上に乗せてないでください、はい、これは、アーカイブで見てっていうことで、これはこれいっぱい説明が、あ、いろんなものの中にあるな。あ、こういうのだよ、はい、じゃーん、じゃーん、こっちが切腹もなか。切腹もなかはどうして切腹かというと、このようにですね、あんこがパカッと割れて中からはみ出ている、これを、切腹と呼んだということをテレビで見ました。開けていい？で、うちの近所でやってるんだと思い込んでいてですね、あ、とうとう食べずに引っ越ししちゃったねっていう話題をネット上でやったところ、実はこれは新橋だったそうです。あ、違う違う、新橋にもあるよっていう、そういうこと、うんうん、ということで切腹もなか、いただきました。ありがとう。これで、誰にでも謝罪ができます。サラリーマンが謝罪をするときに、これを持っていくそうです。ありがとうございます。はい、切腹されています。ちょっとこんな感じで、はい、あ、もう美味しそうなあのこの側の匂いがするね、さあ朝ごはん食べたらこれ食べよう。これもケーキ上昇もなか。別のもなかだって。なるほど、わかりました。そんなのがあんだ。切腹をした後に、こちらをご利益あるよということだね。何が違うんだろうな。そういう。こんなに切腹もなかであれすると期待されちゃうじゃんね。なんかね、切腹もなかのところにいろんなのがあるんだって。書いてある。なんか小判とかそういう形かな。開ける、開けると食べる、まあ、開けてみるか。開けていい、このいいよ、後で食べる、確かめてみましょう。やっぱり小判だ、小判だ、美味しそう、可愛い、
はい、はい、これで、切腹した後に景気上昇してもねっていうことで、先に景気上昇してから切腹買って、それも良くないね、うん、はい、ということでどうもありがとうございました。美味しく食べさせていただきます、はい、そしてちゃんと、うちのね、母の分3個になっているの、どうも、ありがとうございます。皆さん気を使っていただいて、はい、それから、ジャン君とポンちゃんが人間が食べるものに興味を示し始めたので、昨日からですね、ご飯は2階では食べない、ということになりました。これ1階に全部持ち込みます。ポンちゃんはそうでもなかったのに、なんかすごいもなかにすごく反応してるね。ポンちゃんどうしたの。まあ、ジャン君が興味が出てきたから真似してんじゃないな。真似っこだね、ポンちゃん。ふにポンちゃん、真似っこポンちゃん。はい、20点のライブに来ていただいてありがとうございます。次回は絶対自分の楽器を持ってですね、やっぱ弾き慣れないものを弾くのはすごい不安になるので、よくないと思いました。そしてこのギターを、ライブ会場に持っていくにあたってですね、今のところすごく簡易的なソフトケースしか持ってなくて、で斜め掛けなんですね。斜め掛けっていうか、こうストラップがね、斜めについてるやつで、自転車に乗るときに危険なので、いろいろ考えましたが、ケースは買おうかということになりました。リュック型のですね、真後ろに背負うやつですね、あれだったら自転車に乗っていけます。またお金がかかりますが、それとね、このタイミングで話すかな。パーカスやってるんですよねと言われて、少し期待をされてしまっているんですけれども、パーカスを揃えるほどのお金はないので、やんわり今のところは辞退しておこうかなというところです。経済的にね、そういうものを、例えば買って、しかも置いとく場所ですね、パーカスって結構部屋の中で幅利かすので、その辺のところも考えながらというふうにやってます。ギターケースは買います。